はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？そうです。A2001787、今日はね、前言ってたライニングの方、かかっていきたいと思います。それでは、どうぞ。はい、まずは、前言ってたこの、エアフロー、これちょっと、綺麗にしとこうかな。あ、ちょっと外でやっていきますね。よいしょ。はい、切れなってきたので、今度はこの指穴、じゃじゃーん、ワールドペガサスグラブインナーブラシを使います。これでね、キュキュキュってキュキュキュって掃除しますね。はい、OK かな。はい、じゃあ次に本格的にね、汚れ落としということで、今日もババーン、ガツ落ち強力クリーナーね。はい、これ使っていきますね。はい、よいしょ、キューって出して、チューってでつけて、はい、よいしょ、この辺から行こうか。はい、じゃあ今度はこのパディッドサムのとこね、パッドをやっていきますね。はい、じゃあ今日ここまでで、ちょっとまたね、あの革が今塗ったばっかりだから、もうちょっとあのあれですね、乾燥させて、もう一回オイルで捕獲作業、ライニングね、次していきたいと思います。はい、どうでしたか。今日はライニングね、やりにくいとこなんで、今日はあのガツ落ちブラシと、それからグラブインナーブラシ、このワールドペガサスさんの、ブラシを使ってね、作業進めました。それでは皆さん、さようなら。もうどれくらい、まだ気になってるの来ないな。またルイス・ビルスラー書きました。89、うん、それがそれか、90、91でしょ。うん、さっきそうでしたね、さっきよりは軽い、大体わかりますね、軽いですよね、軽いですね、でもちょっと重い気がするんだよな。塗ったやつと白木のやつとどっちがいいんですか。塗ったやつのいいの、オレンジ色に。そんなことないです。あれはただ自分がオレンジにこだわってただけなので、全然そんな。あの高木さんは緑色にこだわるんですよ。ああ、さすがですね、ゆうちゃんさんは何色にこだわるんですか。あれじゃないですか、そのあ、この色にやっぱり、じゃあランディさんは何色にこだわるんですか。黄色と黒じゃないですか。でダースモールさんは茶色ですか。茶色です。ああ、茶色と黄色。で、農民さんはロングバケーションですか。そうですね。はあ、さすがですね。紹介してもらえないですね。農民さん、ちょっと本当いい加減にしてもらわないと僕困るんですけど。あ、だって唐沢俊明と山口智子で東京の寿司屋に普通に現れたって聞きましたよ。はいはい、
なんでその時に教えてくんないのと思って農民さん。あ、そういえばね、はい、思い出した、はい、これ田舎だけど、はい、久々にあの噂になってるのが、はいはいはい、この前ほら岐阜の信長祭りやったでしょ。あのキムタク、うん、伊藤秀明、うん、木村拓哉さんいらっしゃって、はいはいはい、であ終わった後に、はい、お忍びで、はい、そこの近所の、はい、刀剣屋に来た。あのだから今度映画の宣伝だから、はいはいはい、多分刀に興味があるんじゃないですか。それがキムタクの話ですよね。はい、いや僕キムタクじゃなくてですね。ああそっかそっか。あ、まあ、あでもロングバケーションつながりで。ああなるほど、うん、僕はトモコがいいんで。ああそっか、ロングバケーションだよね、はい、僕座右の銘ロングバケーションなの知ってました。知らない。はい、もう無駄に焦らない、無駄に慌てない、はい、無駄に怒らない、はい、うまくいかない時は黙ってるみたいな、そんな感じなんですよ。あ、そうじゃねえだろお前って思いましたよね今。いや成功体験を重ねるんじゃなかったの。いやいや、座右の銘はそれぐらいのちょっともう俺思ったのは成功体験を重ねるっていうことと、はいはいはい、あもう一つ何かな言うとしたらな、はい、と思ったのは、はいはいはい、ほら人生は選択の繰り返し繰り返しだ、はい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 、これいつも言ってるやつだよね、はい、いやあとは生徒の自主性用の結局じゃあホームラン競争だって言った時に僕右バッターですからレフトスタンドめがけて振るじゃないですか。でもレフトスタンドめがけていったらファールになるんですよ。そのスケベ心の分左にずれるじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱりまっすぐ人生は向かっていかないとですね、うん、でちょっとまっすぐ行って気持ち曲がってるんでそれがちょうどレフトスタンドなんですよ。ロングバケーション。だからそれぐらいのちょっと気持ちでいないといけないもんですから、そう口ではいいこと言ってますけど、うん、心の中はちょっと休ませてくれよみたいな、でちょうどよくバランスが整ってるということで、うん、このバットに関してはさっきも言ったように、うん、僕はさっきよりは近づきましたけれども、うん、うんうんうん、なんかどうなんですか、抜けがいいんすかねこれ。うん、うん、バランスいいね、うん、ちょっとなんか振ってみたいなっていう感じが、だ今のところ一番これがいいです今のところは、うんうん、ただ一個だけすげえ気になるのがあるんですよね。あ、それ、はい、これめっちゃ気になるんですけど皆さんめちゃ短いです。82センチ、小学校ぐらいですね。はい、これちょっとごめんなさい、僕逆にスポーツ屋さんにお伺いしたいのが、はい、こんな短いの僕見たことないんですけど、皆さんにちょっと一応紹介すると、はい、82センチだからよくあるバットの、うん、80、だって高校野球だって83とかが主流な状況ですからの 520g っていうことで、これはごめんなさい逆に僕聞きたいんですけど、はい、誰が振るんですか。少年野球のコーチです。少年野球のコーチは子供なんですか。大人です。大人なんですけど、なんでこんな、じゃあ別にいいじゃないですか長いの、もうちょっと長いのでも、さっきの89センチとかでもよくないですか。強い球がいったり、はいはい、外野の頭を超えちゃうと、はい、子供かわいそうだから、はい、ボテボテが、ボテボテとか、はいはいはい、ヨヨヨンっていうのを打ちやすいっていうことをお聞きしてますよ。はいはいはい、ああなるほど、そのためにこういう短いっていうことは、ごめんなさい、逆に89センチぐらいで加減して打ってあげるってことはできないんですか。はい、できないから買うんじゃないですか。それはちょっと指導者としてまずくないですか。あ、また反感を買って。いやいや反感じゃないです、反感じゃないです、だからいろんな打球が、うん、そのレベルに応じて、だって例えば同じ2年生3年生でも、はい、能力差が当然あるわけじゃないですか、はい、だから意図的にその辺が調節できないと、はい、ダメなんじゃないですか。いや言い訳かもしれませんよ、はい、長いバッター難しいでしょ、だから短いので。お父さんだってノックなんか今まで経験ない人がやったりするんだから。お父さんが振るんですかこれ。お父さん振るんだよ。あ、だからこういうちょっとグリップもフレアグリップのちょっと優しい感じにしてあるってことですか。いやいや、これ珍しいからちょっと今回仕入れたけど、はい、普通のグリップのが多いんですよ。あると、うん、これでも皆さんちょっとすごい僕パッて見た時に興味があって、なんでこんな短いんだと思って。あ、短いの重要あります、はい、84とかもね。あ、うん、なるほど。これなんかその今のお話を伺って、はい、